まあ20分ぐらい回しとくわ。昨日さ、オフィスにいて、その待ち時間というかパソコンフル稼働してる時にあんまいじんない方がいいなと思ってる時に、小説スマホで、久しぶりに Kindle のスマホで小説買って読んでた。昨日読んだのがね、やっぱ小説いいよな。もうタイトル一発買いなんだよな、僕大体。どこ行ったっけな。あ、世界から猫が消えたならっていう、6年ぐらい前に映画化されてるやつ、知ってる？面白かった。世界から猫が消えたら、まあ、もう6年も7年も前のやつだから、軽くネタバレしない程度に筋を話すと、ある日主人公がもう、嫁がもう1週間ぐらいの、脳腫瘍になりましたっていう残酷な、余命宣告を告げられて、さあどうすんべみたいに家帰ったら、家に悪魔が出てきて、で、いやもうお前明日死ぬわと。おい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 、話が違う、1週間じゃねえのか。いやお前は明日死ぬわ、ごめん、もう余命1日ですわ。でまあ明日死ぬんだけどよ、こっから相談事で、もう俺悪魔なんだけどさ、明日死ぬんだけど、なんか一つ物を消すことでお前の寿命が1日伸びるぞっていう、その悪魔の契約を持ちかけてくんだよね。お前の寿命はあと1日だけど、そのこっちが提示するなんか一つ何でもいいから物を消せばお前の寿命は1日消すよ、伸びるぞと。それ聞いた主人公はそれいいじゃんってなるんで、それえ、じゃあもうこれ不老長寿かと。俺は100万日とか200万日とか生きれるよ、生きれるやんけってなんだよ。全部消そうぜと、自分以外を。最悪。そこまで言って、これいいねって。何消すってなったら、結構消すやつが意外と重要なのが出てくる。最初だけね、チョコレート消しますかみたいに言って、でもチョコレートは、悪魔がチョコレート食べたら、チョコレートはうまいからやめるかみたいに。結構アバウトなんだよね、消すものが。チョコレートはうまいからやめときますかってなんだよ、悪魔が。これは消せませんねって。どうやっても消せませんね。そっか、その辺の壁のシミとかどうすかねとか、結構主人公も粘ってみんだけど、いや、そういうくったらねえものはダメですと。で、いろいろと消していくわけなんだけど、やっぱりその、割と重要性高いやつから、提示されて消さざるを得なくなってくるんだよね。あのね、スマホとか消されるんだよね。スマホ意外と重要でしょ、スマホ消されると。で、スマホっていう概念ごと世界からなかったことにされちゃうから、それな、その選択がでかいんだよ。あの主人公の周りから消えるんじゃなくて、世界中からもうスマホが歴史上なかったことにされるレベルで消えちゃうんだよ。だからスマホ消した次の日とかもうみんなスマホいじらないで、なんか新聞とか読むっていう日常風景になる。あの、坂本を消そうぜはおかしいでしょ自分の命が消えないように周りを消していくっていうストーリーで、坂本を消そうぜって言ったらもう話の筋壊れちゃうよね。悪魔いらないやん。だって明日死ぬんだから、黙ってれば。で、主人公は、その概念、消した概念を主人公だけ覚えてんのさ。だ、主人公はそれで後悔したり、まあ、これは消えてもよかったな、みたいなのを、次の日になって思うっていう、割とその繰り返しなんだよね。あの、時計とかが消えてくんだよね。時計とかが。まあ、目次に書いてあるから、まあ、読めると思うんだけど、そう、一日ずつ概念が消える。面白い。で、タイトルで、だいたいわかると思うんだけど、最後に、最後に、猫消しますかってなってからが面白いね。主人公は僕と同じく、大の愛病家なわけですよ。猫は消せねえみたいになるんで、そこからがもう面白い。猫を消すか、寿命を一日伸ばすのを諦めるか、さあどっち？ってなってくる。世界中の猫が消えるわけよ。
まあ、こっから先はどうぞ皆さんで買って読んでください。面白い。あのね、あんまり分厚くなかったからサクッて読める。だいたい僕の読書時間で言ったら1時間だった。1時間で読めた。僕だったら消さないで死を選ぶな。いや、ミケとか消えるわけでしょ。そこは無理だわ。またくだらないものだったらいいんだけどな。今いる視聴者全員消えるとかさ、そんなんだったら二つ返事ではいって言うんだけど、あ、すぐ消してくださいと、一つ残らず全部消してくださいって言うんだけど、一人ずつ消してその分寿命を伸ばしてくださいって言うんだけど、猫は消せないよな。君たちが消えるんだったら二つ返事だよ。ほい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 、どうぞどうぞ、むしろみたいな。喜んで消させていただきます。むしろ寿命を伸ばさなくていいから消してくださいとかな。でもまあ無限に消せない。多分自分の身の周りで大事なものが対象になっていくからな。主人公の家にチョコレートいっぱいあって、主人公がチョコレート好きだからチョコが消える対象になったわけで、僕のところにその悪魔が出てきたらチョコレートが対象にならない。パソコンとかゲーム機とかが来るんでしょ。ゲーム機きついな。ゲームを消すから一日寿命を伸ばすって言っても、その一日でやることなくなってくよね。スマホ消えて、ゲーム機消えて、パソコン消えてってなってくるとさ、何やりゃいいんだってなるよね。出てくる僕の消えるリスト、切ねえ。割り箸とか結構困る。トイレットペーパー困るね。エビオスも困るね。ヨドバシも困りますね。全部困るわ。ゴミ袋困るな。ゴミ出せなくなっちゃう。万難ご飯それはいいよ、普通に米食うよ。やることどんどんなくなるな。あ、ニトリも困る。ニトリ消えないでほしい。なんか街の布団屋さんとかしか残んなくなるわけでしょ。ニトリがなくなってしまうと。ウォシュレットあかんねえ。ウォシュレットなくなったらお尻。またあのトイレットペーパーを、トイレ流した時の上の手洗いの水蛇口から出てくる ところでトイレットペーパーを濡らしてお尻を拭くという手動ウォシュレットに変わるわけ。戻るわけ。それはもうやだ。その時代には戻りたくない。そんな、僕ずっとそうやって手動ウォシュレット汚ねえっつうけど、拭かねえ方が汚ねえよ。え、その技やんなかったみんな。ウォシュレットを普及する前。ああ、生きてないのか、生まれてないのか、君たち。え、それしてたよ。ねえ、ミナちゃん、それさ、トイレットペーパーさ、水で濡らしてケツ拭かなかったなあ。名指しで行くけどさ、名指しで女の子っぽいところ名指しで行くところがまたセクハラ感がマシマシですね。みなちゃん。そんなケツ拭きトークを流すかのようにラジオ体操行ってみましょうか。じゃあ皆さんご期待ください。